はい、皆さんこんばんは。重たい気分の週明けをサッカーでちょっと明るく、週明けレブンの第67回放送、本日は2019年8月5日夜8時生放送スタートでございます。今夜もよろしくお願いしますということで、私週明けレブンの MC 大人参謀長、いつも一人でお送りしておりますが、今日8月5日ですが、8月2日の金曜日にですね、録画配信の形でですが、特番を、週明け特番という番組を、放送しておりまして、関東社会人サッカーリーグの、前期振り返り特集というタイトルで特番を流しておりますので、まだご覧になってない方はぜひご覧ください。6月7月に行われた関東一部リーグの7試合ぐらいのダイジェスト、いわゆる積み残しっていう試合レポートをドバドバッと8月の頭に出しておりますので、なかなか、見応えのある特番になっていると思いますということで、さあ、今週の67回の生放送、早速レギュラーコーナーからいきます。週明けヘッドラインのウィークっていうのが水曜日の J2 リーグ戦で、横浜市としての選手としてデビューしましたという、もう40歳ですか、俊介。41歳ですね。41歳の俊介と53、4歳の数がいるっていう、すごいチームですねっていう、はい、以上、横浜FCです。注目ですね。はい、さあ、3本目は、JFA 日本サッカー協会が、なでしこの代表、日本女子代表監督の高倉監督を、東京オリンピックの、女子のサッカーの、代表監督として続投させるという方針を固めたそうですと、来年ですね、来年のちょうど今頃ですね、この真夏の草暑い時にやるんですね、本当にオリンピック、いかがなものかと思う気持ちも半分ありつつも、サッカー女子男子含めて、オリンピックもやりますということで、はい、では4本目、松田直樹メモリアルフェスというですね、AED、心臓蘇生法の普及を目指した AED という、まあ、機械があるわけですけど、松田直樹氏の命日8月4日でした。あれは2010年ですかね、確か2010年ですね、の8月4日の命日に、豊洲でこの、メモリアルフェスが開催されるということです。はい、もうされたんですね。8月4日ですから昨日ですね、昨日開催されたと。本当にこの今猛暑の中でね、運動しようが家の中にいたって熱中症になるくらいですから、当然この心臓のね、症状っていうんですか、発作で倒れちゃうみたいなことは誰にだって起こりることなんで、ぜひこの AED の使い方とかね、人工呼吸も含めてみんながそれぞれ身につけておくといいなと僕も思います。松田直樹さんのこともみんなサッカーファンだったら忘れてないと思うので、ぜひね、大事にしていきましょうね、こういうことはね、ということで。2011年ですか、失礼しました。はい、ということで、じゃあ5本目、FC ポルト、今シーズンのね、FC ポルトに移籍をした中島翔也選手がいますが、それの中島選手のいとこがベルギー2部に完全移籍はてなというのが5本目のニュースでございますと。はい、それでは、この5本の中から1本ピックアップを読みます。5本目の、中島翔也選手のいとこの話、J2 の柏レイソルのディフェンダーに、小池龍太選手23歳、小池選手がいますと。その小池選手がベルギー2部のロケレンというチームでいいですね、ロケレンへの移籍が決定的になったっていうね、これスポーツ紙にありがちな報道の仕方ですけど、決定したんではないんですか、まだ公式に発表されてないんですよ、ね、なるほど、はい、で交渉は詰めの段階で、まとまれば近日中にも発表される見込みですと。小池選手は2017年に J2 のレノファ山口から、当時 J1 だった柏レイソルに移籍したと。2017年で主に右サイドを、まあ、ポジションとしていて、豊富なスタミナを生かした鋭いオーバーラップが持ち味で、今シーズン2019年の J2 には21試合に出場してますと。小池選手も要するにもうスタメンのレギュラー組だってことですね。でその小池選手は、現在、ポルトガル一部の FC ポルトに所属している、日本代表の中盤中島翔也選手の実はいとこだと、
お父さんが兄弟、お母さんが兄弟知ってるんですか？いとこというのは知ってます。お母さんです。お母さん、はい。お母さん同士が兄弟でいとこ関係にあって、小池選手も、まあ、中島翔也選手と同じく、海外でプレーしたいという強い希望を持っているということで、柏レイソルクラブ側も尊重していると、尊重したみたいな、まあ、決定的になったっていうね。ちなみに中島選手と小池選手は母親同士が姉妹だそうでと、うんうん、はい、姉妹で お姉さん妹の関係で、なるほどだからかと、男の子は母親に似るっていうし、この2人か顔も体格も兄弟のように似ていますねっていうニュースですね、うん、はい、そうですか、なるほど。小野のニュースが出る前だったんですよ。ああ、小野伸二さんの FC 琉球のニュースの前にね、はい、でもいいじゃないですか、はい、私、中島選手、翔也選手が小学校6年生の頃から実は間近で見てたんですけど、いとこがいたっていうのは今日このニュースで初めて知りまして、うん、あ、なるほど、東京出身なので、おそらくその周辺にいたと思うんですね。なるほど、そうでしょうね、はいはい、ぜひ頑張ってほしいですね、小池選手もね、はい、海外でね、はいはい、ということで以上5本終わりです。次、週明けヘッドラインニュースの R リーグ編5本いきましょう。1本目は、JFL の話題で、ソニー仙台が、なぜかこの時期になんですが本田真嗣監督が辞任しました。別に成績が悪いわけでもないの で、なんか会社の関係、仕事の関係かもしれませんねっていう、分かりませんが、はい、で後任は中村元コーチ、お名前が中村元という方がコーチで、はい、元コーチではありません、中村元という方が後任の監督になるそうですということが1本目以上。2本目も JFL のクラブの話題ですけど、ホンダ FC が J1 のコンサドーレ札幌からディフェンダー中村源、あ、違うごめんなさい、中村東也選手、はい、こちらは札幌に所属している中村東也選手を育成型期限付き移籍でホンダ FC が獲得という、 J1 のコンサドーレから獲得って珍しいですね、ホンダがっていうね。しかもこれ天皇杯で直接戦った相手ですよねっていうね、面白いですね。まあこれもなんかこう指導者とか強化部とかいろんなつながりがあっての移籍じゃないですかっていう、珍しいですね。でもね、でもまあこの中村選手にとっては出場機会がね、もしも J1 でないんだったらバリバリのね、あの JFL のトップチームでやる方が、あのそれこそ育成というか選手の成長にとってはいい、成長にとってはいいかなと思います。さあ3本目も JFL の話題続きますね、うん、三尾琵琶湖滋賀が、これは TM でいいんですか、はい、はい、TM ネットワークという株式会社がありまして、TM ネットワークさんとスポンサー契約を結びましたと。これ正式にはテクノロジーマネジメントネットワークという社名だそうで、うん、はい、はい、音楽ファンはね、あの TM ネットワークをイメージしそうですけど、はい、テクノロジーマネジメントネットワーク株式会社というニュースです、はい、これ多分名前だけでニュースに扱った感じだと思いますが、はい、まあ、以上、はい、4本目、来年の東京オリンピックに暗雲化、ハテナマーク、東京都2部リーグの、都リーグの2部のフエンテ東久留米というチームがまずありまして、林拓磨選手兼コーチが自宅の洗面所で負傷したというニュースで、これが東京オリンピックになぜ暗雲化は、なぜですかね、本人がですか、本人がなんかツイッターで書いたんですかね、ご本人が、ちょっとそれっぽい感じ、代表を目指してたのに、あの怪我をしてしまって申し訳ないみたいな感じですか、その選手の怪我負傷についてというクラブの公式リリースみたいな中で、自宅の洗面所で負傷しっていうのがちょっと笑えるポイントだ、そういうあのちょっとこう和ませるニュースとしてね、はい、林拓磨選手兼コーチ年齢42歳っていうね、ぎっくり腰かなんかですよね、なるほど、はい、確か、はい、ぜひあの東京五輪は観客席にね、東京のチームですから、増えていきましょう。いや、まだ負傷が治るかもしれないです。いやいや、もうぜひ見てください、もう。森保監督の構想に入ってるかどうかも不明なので、はい、ぜひ、あのね、試合は見てくださいっていう感じで。はい。はい、では、5本目、ヘッドラインの5本目、最後は関東リーグ2部の都南前橋、監督が、天良監督ですね、が、J リーグ100年構想クラブだったんですけど、正式にこの度 J リーグ100年構想クラブを、から、脱退っていう言い方でいいんですかね、うん、まあ、その ライセンスを返上しましたということですということですね、はい、
この5本の中からピックアップ1本読みましょう。最後の5本目のトナのニュースです。J リーグが発表しました。 J リーグが7月30日に開催された J リーグの理事会において、トナ前橋の100年構想クラブからの脱退を J リーグが承認しました。トナ前橋は2013年6月に認定されました。この100年構想クラブにもう6年前認定されて、まあ、つまりこの6年間ずっと100年構想クラブを、維持し続けてたんですけど、当時は、関東一部で2013年当時は関東一部で3位になるとなってたんですけど、その後はちょっと成績が低迷してまして、2、3シーズン前の2017年からは現在の関東リーグ2部にずっといると。で、脱退の理由がありまして、プロのクラブを目指すのではなく、アマチュアクラブとして地域貢献、地域密着を目指して、子どもたちから大人までに愛されるスポーツクラブを目指すためというのが脱退理由で、100年構想クラブであることはないと。はい。で、規定、この J リーグが定めている規定では、100年構想クラブはチェアマンに、 J リーグのチェアマンに書面で届け出をすると。で、まあ、申請するときもそうでしょうし、で、脱退するときもいつでも書面で届けをすれば脱退できますというね、紙1枚で大丈夫ですよっていうことなんですね。で、ただし脱退した日から最低に2年間は、再申請することができませんというのが規定なんですね。なので、もしも仮に都南前橋がやっぱもう一回申請しようかなと思ったら、2021年の8月になってからじゃないと申請できないということですね。はい。というわけで、都南前橋さんが、100年構想クラブではなくなったので、ということは本当地域リーグで今100年構想クラブになっているのは栃木シティだけですね。そういうことです。本当にね、あとはまあ今の既存の JFL のクラブが 4,5 チーム100年構想クラブがあるだけで、もう100年構想クラブも減りましたね。ずいぶん J3 のクラブにもなってるっていうのもあって、随分減ったなという。はい。一昔前は割とごそごそっとあったんですけどねっていうね。はい。じゃあ以上この5本で終わりでございます。次は何でしょう、順番的には。自治体ですね。あ、全国自治体サッカー大会がありました、はい、本戦ですね、はいはい、何週間前の主役イレブンで、予選を東京都の予選を紹介したり、自治体サッカーの特集をやりましたが、それのまあ事後のその後どうなったかの一応結果報告も兼ねてですね、はい、まず自治体サッカー大会終わったばっかりなんでちょっと見ましょうということで、トーナメント表ですか、はい、おっと、ずいぶん文字がいっぱい、しかも一部しか部分しか映ってない。これは、JFAのトーナメント表をそのまま引っ張ってきたやつです。日本サッカー協会のホームページにあるトーナメント表ですね、はいはいはい、それで、はい、1回戦から見ると7月の27って書いてあるんですかね、はい、合ってますか。で、2回戦が28日、はい、3回戦が準々決勝が29日、はい、違うか、3回戦か、ね、うん、準々決勝の4回戦が30日で、はい、準決勝が31日で、決勝が1日っていう、これ1、2、3、4、5、6日間6連戦のようなレギュレーションだったんです。すごいですね。で、多分この画面の一番左上の藤枝市役所が赤丸ついてるってことは、このまま決勝で 4-0 で勝ってるっていうことですから、藤枝市役所が優勝と。まあ、ちなみに前年度も優勝してるんで、これで何連覇ぐらいの6です。ですよね。確か特集した時も藤枝が圧倒的ななんか実績だったような気がして、はい、下馬評通り、はい、藤枝優勝とおめでとうございます、ちなみに藤枝市役所は普段は東海リーグ一部でリーグ戦戦っておりまして、はい、まだ東海リーグでも上位争いをしているという ね、FC カリアと順位そんなに変わらないっていう位置でしょ、はい、今ね。素晴らしいですね。この写真は何ですか。これは決勝戦の模様。いや、この紫色がもう藤枝ですね。はい、そうです。はい、赤いチームは東京消防庁。ああ、例の、はい、東京特集の時もね、はい、消防庁がやっぱり強いねって話になりましたが、はいはい、なるほど、いい試合でした。暑そうですね。これ J ビレッジですね。J ビレッジの福島県のスタジアムです。はい、今年の11月の地域決勝の決勝ラウンドも J ビレッジですが、まあ暑いでしょうね、はい、8月の1日の福島なんつったらもうね、はい、10番の選手のこの汗の光が頭皮にもキラッと光ってて、そうです、ね、暑さがうかがえる、はいはい、ちょっと
出動しようとしてるみたいに見えます。そうですよね。普段あのね消防隊員としてどんな現場でも駆けつけている人も辛そうな感じですね。この決勝戦っていう感じですね。ですね。まあ藤枝はこの紫色のユニフォームを見ていただけるわかりますけど、高校サッカーの名門藤枝東高校を中心に、はいはい、その卒業生やね藤枝近辺で育ったサッカー人たちが公務員になってずっと続けてるっていうね、はい、ある種最強の公務員チームだと思うので、最強の公務員ですし、ね、はい、キャリアも含めてあのサッカー文化も含めてね藤枝ってすげえなっていうのは、はいはい、この間ちょっと雑談しててそんな話になりましたけど、ね、はい、はい、まあ、あのまたこの東海リーグ含めてね、はい、藤枝市役所は紹介したいと思いますということで、はい、とりあえず、ヘッドラインニュースじゃねえ、ごめん、自治体サッカー大会の報告終わりということで、はい、次が、全社の地域予選状況っていうやつが一緒に出るんですね。はい、この土日で昨日おとといで、地域の予選が行われましたということで、関西の5枠が決まりましただけですか、はい、あとはずいぶん前に終わってるとこばっかですか、先週とかですかね、いいですね、はい、はい、で関西は5枠決まりまして、FC ティアモと FC ティアモ枚方とおこしやす京都とバンディオンセアルテリーボ和歌山、そして、関大 FC2008 の5チームが決定しましたと、はい、あ、ちなみに九州の方は地元鹿児島県開催枠で1チーム決まりました。ニフス鹿屋 FC が5チーム目で九州枠の中に入ってます。プラス4プラス1の1っていうのはこの一番下のニフス鹿屋です。これが決まったとこですね、はい、あとは先週までお届けした状況と同じ で先週と画像が違うのはこの赤い星マークがついているのが現時点での、その一部リーグの首位チームに赤い星マークで色がついてて、ね、何の意味もありません。あの単純に 今現在首位のクラブがこちらですという意味で、大事なのはですね、黄色い枠とグレーの枠っていうこの色分けの話は毎週 しようと思いますけど、はい、まあ、前者ですから、前者でリーグ優勝しなかった場合は、チャンピオンズリーグに出場するには3位以上ではなければいけないのと、前者32チーム参加する大会の準決勝ベスト4まで最低限行ってないと、前者枠でチャンピオンズリーグに出れませんと、まず大前提のルールそれと、その中でも、3月に今年の3月に来年 JFL 行く気ありますかないですかというアンケートに答える形で各チームが行きます行きますうちは行きませんって答えてる中で、行きますって答えてるチームの色が黄色ですっていうことです。昇格意思ありっていうのはそういう意味ですと。で灰色の場合は、そもそも2部リーグにいるのでっていう理由や、一部リーグで戦ってますけど JFL には行きませんと、だからつまり全社でベスト4になったとしてもチャンピオンズリーグには行きませんっていうのがグレーの枠のチームでございますということで、あとはここの表で決めなきゃ話さなきゃいけないのは北海道地区が3枠まだ残ってて、はい、この3連休ですね、この3連休で北海道が最後決まります。ちなみに今 L 字画面でですね、試合リーグの結果とかいろいろ出てますけど、これは全社の結果のもう出てるんですよね。もうすでに出てる。東北は今全社の結果。もう一巡ある。ある。じゃあしばらく待てばこの全社のこの予選がどうだったかっていうのは一覧で出ますので、L 字画面でも引き続き気にしながら見てくださいということで。じゃあこのいいですかね、この全社の。地域予選状況をお話しするのは終わり で、はい、であまだこれがあるの、はい、これは何ですか、これはこれが一覧ですね、はい、じゃあ北海道がまだ3つ決まってないということで、はい、8月の11日12日、来週ですね、はい、1週間後北海道予選です、はい、まあ、これが決まればあとは30日のトーナメント抽選会をやって、いよいよ鹿児島の本大会の1回戦はどこでどの場所でどことどこがやるんだというのが、うん、ね、みんなも知ることになると、はい、以上じゃあ、はい、終わりです、これで、はい、以上でございますということで、じゃあ特集ですね、これからはいいですか、はい、大丈夫です、特集始めますよ。さあ、まずは、今週の特集はですね、東北リーグのリーグ戦の試合のレポートと関西リーグのリーグ戦の試合のレポートがそれぞれ、はい、東北リーグも2試合、2試合、
関西リーグも2試合全部で4試合もあるので、はい、割と長い特集になりますが、まずは最初に東北リーグから、はい、東北リーグからいきましょう。事前 の、 あの告知動画というんですか、ツイッターとかで番組の今日の放送の告知で、冒頭からあの無料化ゼブラのサポーターの人が告知動画に出てたようですけど、うんはい、当然ですけど出てきますよね。出てきますよ。はい、わかりました動画見る前に何か順位表見た方がいいですね。順位表ですね、はい、最新の順位表、最新の順位表、はい、まあ、L 字にも出てるんですが、東北リーグの順位表は L 字画面でも必ず出てるんですが、改めて大画面で見ましょう。8月5日ですから、今日時点第10節が東北リーグ一部は終わってますと。首位いわき FC、 すごいですね。今シーズンから一部リーグに昇格したいわきがこの時点で首位っていうね。で2位が勝ち点差3でブランデュー弘前、以下去年まで JFL にいたコバルト俺は今現在3位と。これちなみに全社出るんですよね。あ、今ちょうど左がちょうどいい。全社はいわきといわきだけなんですね。全社出るね。あと仙台大のセカンドですね。ですよね、はい、つまりブランデューもコバルトも全社出ないからリーグ優勝しないとチャンピオンズリーグ出れないっていう意味ですよね。すごいことになってますねこの順位表、はい、はで森岡ゼブラが4位、5位ガンジュ、富士クラブプリメールと、おっとサルタカ工業、今年から1部リーグのサルタカ工業が、はい、これは残留ラインってどうなってんでしたっけね。東北リーグ複雑だったんですよね。複雑です。何チームでしたっけ。2チームでいいのかな。落ちるのは2チームから。どっちに落ちるかっていうのが。そうだね。2部の南と2部の北の方からややこしくなるから、はい、今その話はしません、はい。画像はこの順位表、1部の10チームだけでいいですか。2部の順位表もあるんですか。2部もあります。じゃあ2部見ましょう。はい、2部、初めて東北リーグのことをこの放送で知った方は、しかと目に焼き付けてほしいのは、東北リーグだけは2部リーグが2つに分かれているというですね、名称は2部の北と2部の南というですね、青森県と岩手県と秋田県が2部の北に入ってて、宮城県と福島県と山形県が南側というくくり線引きで、それぞれがこう例えば福島県リーグとか宮城県リーグとかから自動昇格してきたチームが今南に入ってるっていう意味で、はい、そういう見方です。左側にいるのがだから大宮サッカークラブというのはこの埼玉の大宮ではありませんのでね、盛岡の盛岡県、岩手県盛岡のクラブで大宮サッカークラブと。2位は青森県の八戸って書いてありますが、海上自衛隊、はい、はい、ですね。秋田大学といいか、こんな感じ。なんかこの2部の順位表で触れといた方がいい話題ってあるんですか今。いや、特にないですか。ないですが、まあ、大宮サッカークラブはなんかいつもなんか、うん、いつも上位にいますね。うん、なるほど、はい、北では。だから、まあ、あの2部のチームは、1位のみが確か自動昇格で、うん、まあ、つまりリーグ優勝したチームだけが東北一部に上がってくるので2チームが昇格するっていう意味ですね。なんで東北一部は2チーム下に落ちるってことですね、はい、ね、自動降格は東北一部は 2チームと。でそれが南か北かによって所属してる県によって振り分けが決まるっていうので、これが複雑な昇降格のルールなんで、これは去年の今年かなんかの頭に確か特集したので、はい、今説明すると1時間かかるのでやりめます。さあ、という大体現時点、本日時点の8月5日、東北リーグ1部2部の順位はこちらの通りでございまして、で、動画いきましょうか。動画見ながら喋りますね。そうですね。まあ、あの人が、インタビュー以外は喋りますね。インタビュー以外は。ではあのこの特集動画、そもそも取材に一緒に、あの現地に行っていただいたのはラーテルさんでございまして、今あの何の紹介もなくずっと冒頭からコメント挟んでいただいてますけど、今ラーテルさん僕の横にいますが、声で喋ってください。こんにちは。動画レポート、はい、動画レポート、盛岡に行ってまいりました。7月の14日ですね、はい、14日のリーグ戦、盛岡で、ゼブラ、盛岡ゼブラ対サルタ工業、いいですね、第2試合、いいカードをやる、いいカードで、同じ会場で第2試合、ガンジュ岩手対いわき、いわき市、いいカードやりましたね、うん、じゃあ同じ試合会場で2試合連続と、はい、分かりました。では見ていいですか、はい、じゃあ早速お願いします、はい、おはようございます。ございます。
斉藤さん、昨日仕事何時ぐらいまでやってたんですか？昨日ですか。昨日というかもう今日のね、午前4時ぐらいまで。うぅ、そうですね。今だって10時前だから、はい、寝ました？いや、寝てないです。いや、あの後ちょうど盛岡はあの朝市開いてんです、やってんですよ。朝市あるんですね。はあ、ははあ、ちょっと何時から？5時から歩いて、うん、まあ30分ぐらい、あの中の中津川を渡って、中津川の方を渡って橋ありまして、うん、そこからね、ちょっとその名田谷町っていうね、ちょっと古い町があるんですよ、うん、その名田谷町の通りを歩いてその川に近づいてくるところに、うん、神子田町っていうところがあって、うん、でそこの神子田の朝市っていうのが5時開催、5時から始まる。ああ、そこで、朝市って何を？朝市でちょっとね、あの軽く朝食っていうの。あ、朝食をね。あるいはまあモーニングコーヒーもありますから。あ、でそれで一回お家帰ったんですか？いや、あのうちはあの渋民なんで、うん、帰ると結構二度手間になっちゃうんですね。あ、じゃあ結構ちょっと今疲れてますね。疲れてますけどね、うん、まあでもね、ここでね、まあちょっとここでね疲れてるわけにもいかないんでね、今日2試合やってね、うん、まあ多分その後家でもう爆睡してると思います。なるほど。まあじゃあ後で爆睡できるから、まあ、今は頑張れるみたいな。そういうことですね。あ、まあ、最近はあのニンニク卵黄とか、うん、あのイミダペプチドだかっていうののサプリとか飲んで使いにくいしてますので。ああ、じゃあそういう対策もしっかり取られてると。はい、今はそうですね。でもね、以前ね、うん、一部いた時ね、うん、つなぎのサッカー場で試合したんですけど、はいはいはい、あの時やられてます。やられてる。はい、うん、侮ったら怖いチームだっつうのはね、その時知ってましたし、うんうん、あとは弘前とか、はい、結構、まあ弘前の守備がね、あれ最初ホーム初戦、はい、かなりザルだったって聞いてますけど、うん、あれ3点取ったらしいですからね。あ、弘前からね。そう、僕が知ってるのは、ああ安田健太、うん、鎌田一平、うん、菅原、うん、加賀谷も出たことあるかな、うん、で今日はベンチだけど、土屋、うん、それからまあ4ディフェンダーでいわゆる4番の木之内 A、うんうん、まあ木之内と土屋は元グランプリッツだからね。ああ、なるほどね、秋田のね。そう、まあ、うん、それに対抗してね、ゼブラ、うんうん、ワイヤがゼブラはね、うん、グルージャー OB が何人か入ってます。ああ、そうすか。そうよ。そうすると今日斉藤さんの予想スコアどれぐらいで見てますか？そうだな、でもやっぱりその菅原か目黒か、うん、菅原か目黒か加賀谷、これがね1点は来てしまう可能性があるし、うん、あるんでね。まあといってもね、やっぱりこっちの方のスタジアムだと、うん、やっぱり岩下で今年はね結構ゴールラッシュやってますから、うん、なるほど。いやー、もう5対1ぐらいで。5対1ね。そうです、うん、よろしくお願いします。じゃあ後でまた応援してる姿とか私は向こうの遠くから撮ってますんで、はい、頑張って応援してください。はい、中井さん、ありがとうございました。はい、はい、というわけでね、ちょっとオープニングから長い長いあの、まあ、斉藤さんのねキャラクター初めて見られた方もね、そうですね、いらっしゃると思ったので、はい、もうこういう方ですよ。まだ紹介を兼ねがね、月曜から夜更かしを見てる人には同じくらい斉藤明さん実はこの主役レベルの方が準レギュラーですから。そうですね、はい、いい機会ですね。お見知りおきを。さあ試合始まっちゃいました。ゼブラ対、サルタ工業、青いチームがサルタ工業ですね。そうです。いや、盛岡南見やすいですからね、このスタジオ。翌日に J リーグが行われて、あのグルージャの試合があって、翌日が東北リーグ。東北リーグですね。これは A 面 B 面2面ある東北南、これ A 面というか、あのグルージャが使ってる方の面ですね。なるほど。じゃあこれ同じピッチで J3 の試合もあったと。昨日はあったんです。いいですね。これ天然、こっち天然芝でしょ。両方とも天然芝。あ、両方天然になってました、はいはい、そうですか、はい。おっと、すごい、もう開始直後から、めちゃくちゃオープンな展開だったんですよ、うん、この試合。そうですね、中盤でプレッシャーが全然かかって、そうですね、暑かったんでそういうことになったと思うんですけど、もうチャンスシーンがもう数え切れないぐらいなんですよ。なるほど。シュートをお互いに打ちまくる、はい、だからもう本当にこのハイライト動画は端折って端折って
その中で良かったところを厳選してるんですけど、ね、こう、こういうゴール前の攻防が連続するようなそんな試合だったんですね。ただあの、サルタ工業の選手の方が少し若い、うん、年齢がね、はい、平均出場してる年、はい、平均年齢は青いチームの方が、青いチームの方が少し若いんで、走力は比較的やっぱ、あ、これカウントですね、うん、長いこれはゴール決まる匂いはするんだけど、もしかしてやっぱりあの僕が今この試合動画見始めて思ったのが、やっぱユベントスってかっこいいなって思っちゃいました。ユベントスですよね、ユリホーム完全に。あ、まあ、斉藤さんが来てるとユベントスっぽくないですけど、斉藤さんこうやってこう試合中ずっとメモですね、撮ってます。はい、そして、まあ、応援もします。出ました有名な原太鼓、ね、これはあの向かい風に立ち向かいちゃんと歌ってるんですね、はい、歌ってるんだと思うんですけど、はい、知らない方はあの Google あの YouTube 検索してください。斉藤さんのちゃんと動画が出てますので、さあここからはそうですね、アタランタ対ユベントスのゲームですね、これ。かつてのセリエA ダイジェストを見てるようですね。アトランタ対ユベントスって見ても、はい、あの気づかない人にはわからない、はい、ちょっとこれずっと 0-0 なんですね、要は、うん、まあ、そういうことなんですよ、まだ 0-0 なんですね。そういうことなんですよね、はい、シュート数は、あ、これカウンターです、またカウンター、来た。そして、左サイドにドフリーだ、ドフリーですよ、もうゼブラの選手戻ってこれない。まだ画面にゼブラの選手が戻ってこれない。打った、あ、なるほど、決定力だ。ただまあこうやってね、サルタ工業少しこうやっぱりボールも打てる、疲れない、こういう展開、ああ、これもしでも入んなかった。いや、もう画面に映ってる人数が青い選手のが圧倒的に多いわけじゃないですか、カウンターになっても。いかにゼブラの選手が中盤から前の選手はもう戻ってくれないのかみたいな、歩いてますからね。ただやっぱりゼブラの選手ってうまいんですよ、うんうん、あ、今すかされましたよ。おお、これも決定機、キーパーがセーブ、グッドセーブ、まだある。おっと、切り返し、そして、これ前半ですか、まだ、いや、もう後半ですか、うん、後半ですね、うん、はい、そして、打てない、結構、この感じなんですけどね、この辺はどうだったかな、ドリブルで行って、このね、ドリブルしてる選手が途中から出てきて、見てますね、インパスですね、若い選手、リュウケイ、リュウケイが繰り返して欲しかったなみたいな、はい、リュウケイの選手、リュウケイの先生だった、中野先生の教え子ですね、結構、はい、いいところで、これ後半で45分ぐらい、いやー、ここでデルピール欲しいですね、イベントスだったんですよね、はい、すいません、どうなんゼブラはどんなキッカーがいるのかな、左足だ、ドン、いや、入った、入った、うん、いやー、ディッシャン・ギエルみたいな感じでしたね、7番、山谷選手、あ、もう終了間際の90分じゃないですか、はい、そうですスーパースローでもう一度、いや、いいシュート、クロスバーに当たっての、いや、だからサルタ工業としてはもう負けゲームじゃないんですよ、内容的には。ちょっと斉藤さんがメモる、何をメモるんだろう山谷ってメモったのだ、かもしれない。そしてあ、よかったね、斉藤大元帥おめでとう、1-0 勝利、やっぱり向かい風ちゃんとのおかげで、はい、斉藤さんが映りますよ、斉藤さんがよりている、おっと、一人で皆さん、これがリーグ戦を応援している斉藤さんの姿です、生カット、あ、インタビューですね、聞きましょう。戦っていくかというのをこの一瞬の間で、一瞬の中でやっぱり模索しているような状態、やっぱり時に相手によって戦い方を変えたりということをやっていかなければ、うん、なかなか勝ち点とは積み上げれていけないのかなと思います。比較的無料化であれば、はい、衛星のエリアとしては近いというか、近い方ですよね、はい、これが福島のチームとか、今年は山形はないのかな、あとは、青森の、弘前とかってなると少しそこが遠征距離が長くなるから、それも基本的にはバス移動っていう、バスで
て、まあ、福島の時はもう福島は終わったんですけれども、はい、まあ、転泊して前乗りして、ああ、もう間に合わないです、ね、そうです、次の試合に備えて、まあ、いろんなところでやってますけれども、大体あの県立中央公園、うん、まあ、あと北島の矢橋、うん、のスペースプロジェクトドリームフィールド、はい、まあ、そういったところだとか、うん、まあ、そういうところを使って、社員の全員社員ということで選手たち、はい、お伺いしましたが、出身地が、はい、全員秋田県、はい、私が持っている資料だと全員秋田県の出身って書いてあるんですが、はい、まさにこう秋田で育った選手たちが、はい、まあ、大学も秋田の高校も多いし、東北の、まあ、エリアの中で、まあ、富士大とかノースアジア大とかそういうところに、まあ、大学行って再びまた就職するので秋田市に戻ってくるという、はい、その、なんて言うんですかね、こう選手が、地産地消というとちょっと物みたいになっちゃいますけれども、地元の選手たちを集めるというのは、それは会社の、全体 の, その社員さんもそういう傾向があるんですか、ね、そうですね、全社員みんな秋田県出身です。あ、そうですか。です、まあ、秋田市とは限らないんですけど、はい、秋田県出身ですので、やっぱり地元に根付いた企業だと、うん、そうするとその選手たちもこうサッカーをこう高校大学とやってきたり、まあ、高校でその後就職したりという中でサッカーを続ける環境としては秋田でそのまま生活するとしたときになかなかこう選択肢たくさんない、はい、その中で猿田工業というのは非常に重要というか大きな役割を担っているということがなんか私は客観的にそう思うんですよ。監督はその辺はどうお考えですか。やっぱりそういうふうな責任はあるなというのは、うん、まあ、思っております。うん、でこうやって東北リーグで戦わせてもらって、うん、まあ、よりレベルの高いところでやっていくことによって、うん、まあ、いい選手がうちに来たいとかなると思います、うん、そうですね、そういう責任はあると思います。はい、アジア北同士ですので、はい、まあ、そこはお互いに頑張っていこうということではやってますけれども、うん、まあ、いかぜうちはクラブチームじゃなくてあくまでも企業チームなので、うん、まあ、そこでだいぶ色合いは違ってきていると思います。そうですね、まあ、苦しい試合でしたけども、うん、なんとかホームで勝ち点3取れたというのは大きいかなと思います。ゼブラの選手は多分猿田工業の選手より少し年齢が高い選手が多かったかなと思うんですが、はい、そこはやっぱりこう相手が少し自分たちも若いチームだからそれに対しての戦い方みたいなのもあったんですか。いや特にね、まあ、今日出たのがちょっと30代が多かったんですけどもね、うん、まあ、いろいろ融合できれば若手と融合できればいいのかなと思いますけど、うんうんうん、こちら盛岡で仕事をして、うん、かつ少しサッカーのレベルの高いところでやれるっていうのをね、そういうので東北一部はで、うん、キープできるようにっていうのが、まあ、たくさんサッカーチームはありますけどね、まあ、そこですかね、はい、こういう、まあ、監督、まあ、私だけじゃないですけど、はい、いろんな人の力を借りて、まあ、就職斡旋したりっていうのも、うん、ここ最近何人かできてるので、ね、なるほど、はい、それはもうじゃあクラブを通しての斡旋っていうのが、はい、まあ、全員ではないけれども、はい、何人かの選手はできると。そうですね、はい、じゃあそういう意味、そういう意味ではそのゼブラでプレーするということは選手にとっても少なからずその食いぶちを得ることが、まあ、できるかもしれないという可能性があるという部分ではメリットがあるところではあるんですね。そうですね、はい、そうですね、確かに脇さん、あとコバルトールさん、ブランディさん、ガンジュさんとかね、もう本当にレベル高いチームがあります。ただ私も5年、6年前かな、クルージャーあったりユナイテッドあったり、うん、八戸、はい、ライン名とか、はいはい、まあ、そういう時もありましたので、うん、なんとか、なるほど、食らいついて、うんうん、まあ、一部残留できるように、うん、まあ、頑張っていきたい。まあ、今までも、J リーグに昇格するようなチームがこう、東北一部にいた時代があるから、そ, う、ね、それをそこを経てるから、ね、ということですね。はい、うん、あ、そうですね、彼のなんていうんですかね、これが日本テレビでも、はいはいはい、出て、まあ、森子ゼブラっていう、ね、うん、名前を
出してくれて、うんうん、非常に反響はありますので、ね、はいはいはい、うん、まあ本当大事なサポーターの一人ではないかなと思うんですけど、うん、今日もなんか大声でやってましたけど、そうですね、はい、選手たちは来てるっていうことはやっぱりこう意識はするんですか。まあそうですね、あ、今日来てるなみたいなのはありますね、はい、まあすごい難しい、守備からしたら難しい試合で、まあ、チャンスもうちはあんまり相手よりは多くなくて、相手の方がやっぱすごいチャンス、フリーのシュートシーンがすごく多くて、まあ、よく勝ったなという率直に印象です、まあそのうん、こういう難しい試合を最近うちは勝てるようになってきたので、あ、そうですか、そこがやっぱ大きいかなと思います。盛岡商業を卒業して、今31歳だから、はい、12、3年、14年目、それはもうすぐじゃあもうゼブラに入って、もう14年目が今シーズンで、はい、13、4年も東北一部で、はい、まあ、あるいは東北リーグでやられ、東北リーグずっとやってこられた中で、その中でゼブラで戦うというのはなかなかこう、それこそあの J リーグに上がるようなチームも途中でこう対戦したと思うんですけれども、はい、何かこう印象的なチームとかっていうのはありますか。やっぱり一番強烈だなと思ったのは、うん、今 J3 にいる福島ユナイテッドが、うん、全力で守って10点取られるっていう、強かった、強かったです。サッカーってサイドチェンジって結構こう、なんていうのかな、やられてもいいサイドチェンジなんですけど、うん、ユナイテッドはやっぱり追いつけなかったんですね。なるほど。その時の福島ユナイテッドの強さはもう衝撃的だった。衝撃的でした。ブルージャとはまた違う。あ、はい、でもやっぱりそういう、こう J に上がるようなチームっていうのは、その東北リーグにいた時からこう少し抜けた力を発揮しているチームなのかなと思うんですけれども、そういう目線で見て、まあちょっとここにいるので言いにくいかもしれないですが、いわき FC のことはどう思いますか。正直強さで言えばやっぱり言いづらいですけど、やっぱ上がるためにはちょっと何かが足りないのかなっていう。まだそこまでの力がついてるチームではないかなという。やっぱりこう以前の、福島ユナイテッドなり、ブルージャなり、バンラーレなりというところ、ラインメイトもそうですが、そういったチームの方がこう衝撃的な強さが。この13、4年あの東北リーグでやられている小赤澤選手からすると、まあ、それぞれのチームのやっぱ衝撃的なイメージには、まだちょっとそこまでは来てない。そうですね、やっぱ強いですけど、うん、まあ、うちらが対応できる部分ってあると思う。なるほど、うん、ユナイテッドブルージャーってやっぱ対応できなかったじゃあもうサッカーにならない感じになっちゃったんですね。そうですね、ハーフコートで、まあ、先週やってきましたけど、いわき FC とも、まあ、うちらシュートゼロでしたけど、うん、やっぱできなくはない部分があって。なるほど、うん、でもそれはすごい面白い話ですし、おそらく今いわき FC を応援しているサポーターの方たちも初めてじゃないですか、東北一部に上がったのが。いろいろ分かんないことがあると思うので、それはこうそれまでのチームと対戦したゼブラの選手が言ってるんだから、はい、あ、そうかというふうに思ってくれると思うので、すごくいい話だと思います。そうです、はい、今年で、ああ、そうなの、やめたいっていう。やめたいんですか。まあ、そうですね、やっぱうちらはサッカーだけやってればいいっていうチームじゃない。もちろんそうですよね。やっぱ家庭もあるでしょうし、うん、まあ、正直今子供ができて、まあ、サッカーに、そこまでお父さんがそんなにサッカーにばっかり時間を費やすっていうことが家庭的に許されることなのだろうかと。そうそういう、そういう選手がいっぱいいるんだよね、子供もそうですよね、2人3人いるチーム選手がいる中で1人目できて、ね、そんなこと言っていいのかと思うけれども、でも実際はやっぱり奥様とな、その間で
奥様はその分お子様 の、 あのお世話を焼く、はい、お世話をするという時間を割いているのに、自分だけがこんなにサッカーを楽しくやってていいのだろうかという、はい、葛藤があるという。ただキーパーってやっぱ特殊なポジションだと思うんで、うん、やっぱね、僕一人っていう試合がやっぱ何試合もあるんで。そうですね、そうです。まあ、そのもっとレベルを下げればできないことはないですけど、まあ今指導者の方もやっていて。あ、そうなんですね。あのレノベンス小笠っていうチームなんですけど、まあそこが僕一期生で、はい、まあ声をかけてもらってずっと続けてるんです。そうなんですね。その指導の方が今面白いなと思ってきて、自分でプレーするように。なるほど。じゃああのその家庭仕事だけではなく、そのサッカーに向き合うところでもプレイヤーとしてではなく指導者というのもあるかなというのが、この30歳を超えたところで新たに思いが湧いてきているという。そうですね。でもそれはそういうのもあるでしょう。まあ、今までゼブラを続けてきたのはやっぱ子供たちが見てなんか感じる部分があってほしいなと思って選手、まあ多分アマチュアでやれる一番の上のリーグだと思うんですね、はい、地域リーグの一部っていう、はいはい、まあ、そういうのを見に来てもらえればって思ってたんですけど、はい、もう今はもうプレイヤーの気持ちが薄れてきちゃったんで、そうなんですか。別な形で子どもたちに伝えられればっていう、はい、各チームのインタビューの次、はいはい、2試合目ガンジュ岩手対いわき FC、現在首位のいわきのゲーム、はい、開幕戦以来ですね、いわき、はい、この試合は先制は実はガンジュが1点先制したんですが、これはもう、これが同点ゴールなんですよ、はい、先制ゴールがちょっと取りきれず取れなかったですね、はい、平岡選手の同点ゴールが前半の16分、はい、まあさっきゼブラの小赤澤選手は福島ユナイテッドが勝利してきて、いわき FC にはまだそこまでの強さは感じないと言ってましたが、それでもやっぱり強いいわき FC、感じられて、熊川選手のシュータリングが直接入ったって感じですね。入っちゃったよみたいな感じですね。逆転、うん、まあ、こう感じもあまりこう攻撃するんですが、やっぱりこの局面でちょっと崩しはできるんですけど、うん、やっぱちょっとちっちゃいなっていうことが、うまさはやっぱりあるので、ガンジュ選手の個々にはショートパス中心に崩そうって感じですか。そうですね、ドリブルと、あとやっぱり今の意外性のある縦パス、なんかちょっとセンスみたいなのがやっぱガンジュ選手はすごい感じです、うん、感じのチームでは。ただやっぱりこのいわきの大きくグラウンド使って全体がこうよく動いてっていうのには少し対応できない。おお、あっさり今のヘディング、赤星選手、これが前半の最後です。赤星選手は確か開幕戦の時もこうで、そうです、ね、長野選手の、はい、大卒の選手ですね。後半ですかね、後半立ち上がりちょっとバンジュー強いっていうチャンスになりましたけど、そしてここからこれはキミケセン選手かな、ドリブルして、中にカットイン、そして左でシュートを得意なラシーゴールですね、選手ですよね、まあ、この日いわきからも随分応援の、うん、いわきサポーター応援の方が多分40人も来てたと思います。しかしこれ大量得点ですね。そうです、ある種何ですか、ケチャップドバドバなんですね、そうなんですね、いわき、もうちょっとやっぱり1対1のフィジカル勝負でも明らかにガンジュの選手が負けちゃってるなというか、ボールの寄せが甘いなとかっていうのがどうしてもこう目立っちゃいますねって感じですね。そこは打たしちゃダメよみたいなところでもね、ガンガン打ってきちゃってるってことはね、やっぱり一番違うのはやっぱ動く、距離、そうですね、まあその強度もそうですけど、
追いつけないでしょ。平野選手の方が大きく動くし速い、ね、そこですね。技術の差とかっていうことになってやっぱりそのサッカーチームとしてのサッカーのうまさ。そうですね。これは最後、あ、これも、最後のかな。で、これで終わりです。以上81で、まあ、あの順調にというか、いわゆる首位をね、今シーズン東北一部をこう首位キープで、あの、まあ、無敗で来てるんじゃないですか、ここでね。この後はもしかしてインタビューはまたあれですか。インタビューです。おっと、最初ガンジュがね、あの熊谷シーマ君で先制しましたけどね。どんな先制点なんですか。ちょっと私見逃しちゃったんですよ。ああ、そうですか。ね、シンマの、シンマこれまあ中盤、こう中盤縦パス、バックサビ1本から受けてのドーンって感じだったんですけどね。お抜け突破しての、あの天皇杯の岩手県の代表決定戦でも確かそういう風なゴールでグルージャーに点決めたはずですね。あ、そうなんですね。僕の記憶では、うん、あの斉藤さんこの書いてるノートはちょっと見せていただいてもいいですか。何を書かれてる。まあちょっと、あ、シュートとかそういう。なるほど。その試合のこう様子をこういろいろこう、はい、お、なるほど、細かく書いてるんですね。なるほど。もう家のね、うん、うちのね、あのプラスチックのあのタンスみたいなのあるんですけど、うん、あれね、ボックス2つぐらい満パンに入ってるんですか。満パンです。そう、この大きさのノートが。まあ、この大きさのノートがそうですね、大量に入っている。そういう感じです。もうやっぱいわき FC さすが、こと今リーグ戦首位っていうのもね、納得のあれでした。まあそれと、まあそれでいて、まあガンジの場合はちょっとね、その1点先制もしましたけど、やっぱり少しもう攻めてしまっ、攻めちゃって、まあ守って、まあ選手防衛だった森岡ゼブラに対して、うんうん、ちょっともうね、ワンチャン狙いで一気もうでもういけいけっていうのがあった分、隙、うんうん、が生まれたんじゃないかっていう気がしますわ、うんうん、要はそのリスクが、まあ、いわき FC との力量差を考えると、うん、そのリスクが大きかったっていうふうに言えます ね。それでやっぱりゼブラの結局シュート0本でやったその選手防衛っていうのでね、うんうん、あれで 4失点に、うんうん、まあ、抑えたっていうのはね、うん、まあ、それなりに、うん、まあ、今日結局なんてキサルタ、そうそう、その試合の話も聞きたかったんですよ。まあ、なんてきサウターね、て、うん、か前半はっきり言いますけど、サウター1点取れる場面あったと思います。そうですね。あれでね、あそこでね、まああそこ、まあ運とはいえ、うん、まあ抑えることができたっていうのはね、うん、彼らがで最後山谷選手でしたっけ。フリーキックね、フリーキックで決めて、うん、もうあれで、あれ決まったときね、うん、ああもうよし、これはいけるぞっていう感じになって、うん、もうここはもう伊藤のあの魔を払うゼブラの歌でもう締めようかって、もうせっかくこうこのアディショナルタイムでゴール来たっつんで、魔を払うゼブラの歌っていうのもあるんですか。そうです。あの向かい側、ただあれはね、こっち地元の方は、うんうん、では歌うんですけど、さすがに関東とかでは元ネタ元がネタ元だけに、え、あまり何すかのネタ元がネタ元っていうのは、あれ、とある、1990年代に一世を風靡したとある宗教、新宗教の、あーまさか、あー、それです。何気に今日はこれそっちの方で聞いたっていうのもね、何気にこう今日のね、吉野家で、朝の吉野家でね、聞いた歌がもね、あれも使えるかななんて思ったのもあったりと、インスピレーションっていろんなところで生まれるんですよね。あ、でもまさか新興宗教の歌を歌うちゃんとにするっていう発想はないですね。はい、すごいですね、やっぱり、はい、斉藤さんは、うん、その新興宗教の歌なんてずいぶん前じゃないですか、聞いたのなんて、はい、それも覚えてて、うん、それをじゃあこれはゼブラの、何でしたっけ、得点後のね、まあ、魔の時間帯を避けるみたいな、そういう感じですね。そういうためのちゃんとっていうのが、ね、はい、まあ、そういう感じになっちゃいますね。これでなん、まあ、今日ガンジ負けましたんで、はい、これで4位、お、単独4位か。
まあ、いわき1強、まあ、悪くても3強で、その下に、まあ、岩手のチームがっていうのはなったんですけど、うんうん、まさかね、まあ、その岩手のチームには全部勝っちゃいましたしね。おこうやって勝ち点がまず9、うん、それで今日サルタに勝って12か、プリメイロに勝ってるから15、うんうん、すごいですね。もう前半戦でそれだけ勝ち点を稼ぐと、うん、なかなか立派と言っていい成績ですかね。まあそうですかね、うん、現実的な問題から言ったら、まあ、残留っていうものが、うん、それを少し引き寄せた、うん、一勝だったかなと思うんですけどね。そういう感じですよね、はいはい。まあまあ、今の流れでいうと、これまず勝ち点、はい、こう前半シーズンで9節終わって暫定ですけど15で来ましたんで、はい、まあこれであと10だから勝ち点30でまず、まあ、A クラス残留というより A クラスライン、なるほどね、上位に入れると、はい、そうですね。じゃあそれがまあ十分狙える位置に今いるよと。そうですね、うん、やっぱり、まあ、じゃあなかなかこの充実した2019シーズン、うん、ゼブラは送ってると、はい、ありがとうございます、はい、またどこかで、必ずお会いすると思いますので、またサッカーの話聞かせてください。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、どうもこちらこそありがとうございました。失礼します。失礼します。はい、ということで、もうほぼ特集が、皆さん見てる人が斉藤明の特集のように印象づかれたと思いますが、あくまでもゼブラとサルタ工業の試合と、いわき対ガンジの試合のレポートを中心に、頭と後ろに斉藤さんで挟みました。斉藤さんだぞっていう感じで挟みましたので、ね、まあ、これ見ながらも今ここでリアルタイムに僕がギラギラ笑っちゃってる、あの寄りはすごいですねっていうね、はい、情熱大陸を狙ったんです、ね、そうですよね。でも月曜日の夜更かしでもあそこまで寄らないですからだから、まあ、多分月曜日から夜更かしってなんだかわからない人もいないと思うんですよ。日本テレビの今夜月曜日深夜で放送してる、はい、斉藤さんも準レギュラーでよく出る番組ですけど、はい、この週明けイレブンこそが斉藤さんのリアルなね、はい、これが斉藤明だっていうことを、ね、はい、見せつけた特集になりました。いや、でもね、はい、本当斉藤さんはね、一緒に話してるとね、僕はすごい楽しくなっちゃう、自分がいたんですよね。よかったですか、はい、行く前は、旅に行く前はすごい僕の不安だって僕に言ってたけど、不安だったんです。行ってみたらよかったでしょ。いや、もうこんなに馬が合う人いないなと思うぐらい。そうですね、はい、いや、あそこまで、ね、カメラ寄れる人いないですよ、日本で。週明けイレブンだけですよ、斉藤さんもここまで寄るかみたいなね。だからいいじゃないですか、はい、僕は好きですよ、こういう特集、はい、ありがとうございます、はい、なんかあと UFC とかサルタとか、そのゼブラ以外に触れとくことあったの。斉藤さんのことで、そうですね。で、引き続き、はい、ガンジュもゼブラも、はい、サルタも、そういうこと今日出てないですけど、ブランディオとかね、東北リーグ一部をどのチームもみんなで盛り上げてほしいですね。そうです、そうです。ただ、まあ、はい、その意味で東北リーグの中で盛岡っていう土地がすごく鍵になってるというか、そうでしょうね、うん、一つの拠点になってるというか、間違いない、ね、グルージャ盛岡 J3 にあり、はい、ガンジュとゼブラがいるっていうね、はい、やっぱ東北の中でも今後東北のサッカーを未来をね、そうです、そうです、占う地域であると思うのでね、はい、頑張ってほしいですね、はい、ということで、多分こうリアルタイムで今チャットで書いてる方もやっぱりこの特集でやっぱり斉藤さんのね、インタビュー動画にすごくこうみんな喜んで書き込みをしてるんでね、はい、みんなかっこ笑いとか笑いのマークつけてるんで、みんな嬉しそうに書いていただいてるんで、よかったじゃないですかね、はい、まあ改めてね、こう週明けを最近見たばっかの人とかもいると思うんでね、僕から一言、私もそうですし、斉藤さんとは熱い信頼関係で結ばれてますから、いつだって僕は斉藤明さんの味方ですから、はい、これからも、はい、盛り上げたいと思います、はい、また出る時あるでしょう。いや、あれ、はい、いや間違いないですよ、はい、私がもう行きたくてしょうがないんですよ。では東北のリーグの試合のレポート特集は以上終わりで、はい、次関西リーグ、お待たせしました。関西リーグのファンの方、はい、すいませんね、この斉藤さんでなんかちょっと引っ張っちゃったようで、じゃあ関西リーグも現時点でのリーグ戦の順位をちゃんと見た方がいいんですかね。そうですね、はい、じゃあまずは関西リーグの今夜時点での最新順位、先ほどまで前者の関西の結果が
L 字でスクロール出てましたが、こちらはリーグ戦がね、1回今リーグ戦中断期ですけど、9節まで終わってて、これは関西1部と2部が両方出てますね。はい、すね、左側が1部で首位が FC ティアモ平方勝ち点22、2位がおこしやす21、はい、もう僅差、得失点差ではおこしやすの方が上回ってるんで、うん、これは実数もう並んでるに近しいので、ティアモが引き分けておこしやすが勝つなんてことになるともうひっくり返っちゃうっていうね。ティアモが負けたんですね。で3位が、加古川、4位が神大、この4チーム、その次がアルテリーボ、はい、勝ち点10、この上位5チームがいわゆる前者の予選、あ、前者の鹿児島本大会にこの上位5チーム出ますねということ で、以下レイジェンド、セントアンドリュース、阪南大と、以前、先月にも関西リーグの特集、まず最初にやったんで、この時はセントアンドリュースの、ね、選手とかインタビューたくさん出てもらってね、阪南大とかも出たんでね、今日はですか、ティアモやおこしやすやあれですね。引き続きこれから2試合ね、はい、あと社会関西一部の2試合ですよね。はい、はい、第1試合がティアモ対、はい、ティアモ平方対アルテリーボ和歌山、うん、で次がですね、コシアス京都対セントアンドレス、またセントアンドレスさん2度目ですね。で、2部リーグは試合のレポートに出てこないので、はい、まあ、この順位表をじっくり見ますが、ラランジャ京都が首位、はい、つまり2位までが自動昇格ですよね、確か関西がね、だから2位の京都志向が今2位なんで、この時点でいうと、京都の2チームが来シーズン、関西1部に昇格だよというね、で3位がポルペニール飛鳥、これは奈良県のチームですね、で高砂ミネーロは兵庫、FC イージー02明石、この読み方でいいんでしょうかね、は、兵庫県、明石。はい、で関大クラブ2010の方は、OB の方の、はい、前回特集で出たあれですよね、あのいろいろ面白いことしてくれて、面白いね、はい、インタビューしてもらった関大の選手たちは特集で振り返れますから、はい、ぜひ見てください、はい、そして7位が琵琶湖成蹊平、こちらも前回の特集でインタビューしましたね、はいはい、で8位がルネスということで、はい、ルネス、このまま行くと自動降格ですね。そうですね、はい、今のままに行くと琵琶湖が入れ替え戦、ね、レギュレーションはそういうことです ね、7位が入れ替え戦で下の県府県リーグのチームとの入れ替え戦に回っちゃうというのが7位ですということが、はい、これが関西2部の現時点と、はい、じゃあ、今から特集の動画を見ましょうか。はい、はい、もういきなり試合見る感じですね、最初会場の雰囲気は、はい、どうぞどうぞ、じゃあ流しましょう、どうぞどうぞ。平方市立陸上競技場と、平方市ですね、じゃあ、テーマの本ゲームと、はい、で平方っていうのは、まあ、関西圏の方では、あれですけど、はい、京都から行ける感じなんですよね、うんうん、大阪と京都の間、ね、大阪と京都の間にあって、はい、新幹線、京都から私は、電車で行きました、京阪線で。あれです、平方といえば、平方パークの。そうですね、はい、それで有名なところで、これが、まあ、入場です。非常にね、賑やかなんですよ、少し試合始まったくらいのところでちょっと音、会場の音をちょっと出してもらって、これがまだあるんですけど、ガイガイ、ウノガイ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 竹谷選手が元鹿島アントラーズ、はい、ゴールですね、応援の音も聞こえます、両方のチームのサポーターがやっぱなんですよ、ラッパの使った応援の応酬なんですけど、うん、非常に私は居心地が良かったですね、なぜか、はい、うん、野球で慣れ、野球の応援慣れてるからですね、その遺伝子の中で、うん、これいきなり先制するんですね、アルテリーボが、うん、だからまあ本当に賑やかで、お客さんは800人だくらいだったと思うんですけど、すごくいい雰囲気でしたね。これは何という選手の名前だ、
球パトニーの、ね、はい、あ、スナミ選手、はい、ここからはですね、とにかく平方の野沢選手、そしてキャプテンマークつけてるのが田中秀夫選手、神戸にいた、この2人のプレー、そしてこの前にいて、彼らのパスを受けている11番の木田選手、この3人、とにかく目立つので、これ速攻ですね、これ野沢選手が、田中選手に預けます。そしてここで抜くんですよ、うん、抜ききないところで上げてドフリー、これは本当にちょっともう地域リーグでやれないような突破をして、ゴールできたのが野沢選手、アシストが田中秀夫、うん、これで同点につくんですね、前半に、これスローを出ますね、じっくり見て、ここでグッと1回抜きに刺さって、すごい綺麗に引き下げて、ありがちなのはさっきのペナルティ入った瞬間に上げちゃう、に入れたくなっちゃうところをもう一回ギア入れて、もう一回ギア入れてグッて抜き替え、そう抜き切ってから、ね、ちょっとマイナスのクロスなんでね、ディフェンダーは一番もうどうしようもない、ま、あれは防げないですよね、ディフェンダーとしたらもう視野から野沢選手も消えちゃってるんで、はい、一番難しいですからね、おー、これは木田選手がありのチャンスが、その前のパスは確かに野沢選手、この野沢、ね、おー素晴らしい、これちなみに7月15日ですよね、はい、昨日 の、ね、そのさっきの斉藤さんの日の次の翌日です、月曜日の祝日のゲーム、やっぱり、ね、暑かったですか、やっぱめちゃくちゃ暑かった、なんかさらに見ようかと思って、なるほど、これで前半終了ですかね、はい、そして後半スタート、今のところ2-0、2-0、1-1です、1-1、はい、まだ1-1です、1-1です、この時点でまだティアマは2位だったんですか、2位ですね、これがオフサイドない、はい、そしてこの木が出込んで、スピードある走りでクッて止まれるっていうところの、うん、こうあれですね、一人一人の、うん、技術というか、アスリート的に高いですよね、踏ん張ってちゃんとシュートができる、平方のこの地域リーグ離れした攻撃力、そうですね、そこがもう本当に私の印象に強く思ってますね、でそれをこう喝采を浴びせている平方の方々、うん、応援席、大コーナー外れるんですけど、ここからもう一回田中秀夫がグイッと持ち込んでシュートですよ、彼は自信があるんですね、あの半抜きしてねっていう、さあ落としやすいってね、アンテリングの攻撃、アンテリングも、まあ、この時折こういう攻撃を見せましたが、そう、手も低い位置からスローイングでこれ多分あまたミスった、ミスって、これを持ってかれてシュート、うん、力を持ちました、すみません、これピッチの外の話じゃないけど、後ろにあるのコンビナートですか、ですね、ですよね、工業地帯の、工業地帯の、これが、これがカウンター決まるんですね、田中秀夫がもう出てくれっていうパスですね、これで逆転、うん、教科書通りのカウンターアタックでしたね、これで逆転、逆転、2-1、うん、いやいや時間かかったけど、やっと逆転だったんですね、もっと早く2点目取ってもおかしくないような流れだった、ね、引きつけて引きつけてなんですよね、本当に教科書通りというか、でそれをこうちゃんと信じてというか、木田選手、はい、しっかり追走しながらパスが出るのを待ってです、ね、後半25分ですから、まあ決してなんかもう、うん、結構終わりの方なんですよね、そうですね、はい、ここが素晴らしいプレー、木田選手がここからもうスイッチを押します、そして、木田選手、ここで
ってこうシュートしたりして、ワンツー戻ってきてこれをシュート、この時がもう本当にそのパスが渡るごとに見かけたら、ウォーウォーと思って、ボール運びというか感覚があって緩急があって相手をもう持て遊ぶかのように、この股抜きパスからワンツーでしょ、ヒールでもう一回これ左足にグイッていって、いいですね、まあ個の力が本当にあのね技術高いですね、それが11対11の時になると圧倒的なチーム力の差みたいなのが強いんですね。このアルペリーボもこの週の前のミッドウィーク天皇杯でセレッソ大阪を延長戦まで、持ちで込ませた、力のあるチームなんですよ。あとあれですよね、確か前アルペリーボそう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 、でこれでこれ終了間際、2点目に迫るんですよ、もうこれこれで終わりなんです。おー、ここいう位置じゃないですか、スタジアムとか下がるのに、これで終了と、はい、来ます。あでも、まあ、コンディション調整はもちろんなんですけど、全国社会人大会とか、トーナメントで5日連チャンの試合もあるし、そんなにブラブラは全然ないと思います。まあ、そこを言い訳にしたら、そのセレッソ終わった時から、そこを言い訳にしたら、もう簡単なことなので、それはもう正義からっていう話じゃ、それ言い訳するぐらいならもう最初から伝統的な話はしてた。そういうところは、まあ、前期と違うところはやっぱシステム変えて真ん中を厚くしたっていう部分はあるんですけど、そこの部分でこう前半は、厚くしてるから通されへんやろうとか、まあ、そういう形で守ってんのかなっていう気がしたんです、うちの選手たちが。なので後半に入ってからはそこでボールを奪える状況を作ったんだったらもう少しチャレンジしようと、いるだけになってるのでっていう話だったので、まあ、その辺では後半修正できた部分が多かったんじゃないですかね。まあ、8番の選手に対してはやっぱり試合決める力があるんだっていう話ではしてましたけど、やっぱりそうしてても相手の方が力を上やったり、まあ、和歌山でも結構入っていただけるんで、まあ、その点で言えばこう地域として自分たちのクラブが取り組んでいることがちょっとずつはこう認められてきてるのかなという気もしますし、そうですね、その中でじゃあ僕らがどう結果出して、まあ、いいゲームしたら喜んでくれるのは分かってますし、セレッソ戦でもそうでしたが、ただやっぱ一緒に喜べるようにもう少し努力して試合勝たなあかんなっていうのです、まあ、あのセレッソ、正直セレッソイメージでまあ、パスを回されるだろうっていう、まあ、守備的になるだろうっていう、まあ、想定はしながら、まあ、頭すぐ点数取れて、まあ、すごくこうなんていうか緊張みんな大丈夫かなって入りながらも1点取れたのでちょっと肩の荷が下りて、まあちょっとそこからなんていうんですかね、まあ、また守備固めるわけではないですけど、まあ、回されるのを想定しながら我慢強く戦っていこうという話しながら、まあ、でもちょっと自分たちのミスから失点して、まあ、それでもこうなんですか、 J1 相手に学んだことでこう我慢強くやろうということは継続してできて、まあ、1-1で折り返すことができたんですけど、やっぱ後半がちょっと足止まってきて、はい、でちょっとこう、まあ、スペースができながらで相手 の、 やっぱりその野澤選手だったり田中選手だったりこれ技術の高い選手、まあ、やっぱ中心にすごくこうイメージを作ってボールを回されてたんで、そこに対して僕ら守備ばっかりじゃなくて攻撃的に行く場面だったりポジションを僕らは自分たちで握る場面であっていうのをやっぱりこのシーズンずっと通してみんなで言い続けてるところなんで、そこは課題なんで、まあそこはずっと見据えて作り上げていきたいなと。そうですね、守備のところでは手応えというか、そのやっぱりこう僕らはそのリトルイーズを守備するっていうのは苦手ではあったんですけど、うん、でもやっぱセレッソの
構120分戦った中で耐えしのぐというか、耐える時間耐えるっていうことは苦じゃないというか、いよいよっていう余裕、心の余裕がチーム全体できているのは一つ僕らが天皇杯で得た収穫だと思いますので、それは継続しつつ、だけどやっぱりその僕は点取らないと勝てないので、我慢強く戦いながらもどうやって自分たちの時間帯、同じカテゴリー同じレベルに対してどういうふうにどういうメンタルで臨むのか、どういう精神で臨むのか、取られても取り返すとか、根本的なことですけど、どうやってそういう心の準備をできていくかで、そのもっともっと変わっていくのかなと。そうですね、まあもちろん関西圏でその移動が少なかったりっていうのはあるんですけど、僕が一つ感じるのはやっぱ仕事してる選手っていうのは JFL アマチュアの年代はすごく多くて、選手同士でこう何ですか、時間を長く共有できることが少ないんですよ。 JFL でも JFL でも地域レベルは特に少なくて、JFL で全国大会になってその良さっていうのは、アウェーに行った良さっていうのは同じその釜飯を食える、遠いから、そうです、遠いからこそ全泊があれば、ね、同じ釜飯を食えて、同じご飯を囲みながら、ああでもないこうでもない超ごはんをしながらっていうところで、やっぱり知らなかった性格だったり、知らなかった戦術だったりっていう話す時間を設けることができるっていうのは、やっぱり唯一 の、 そのアウェーで泊まれた時の一つの良さではあるんで、別の地域、まあ、関西圏な関西圏で良さはいろいろありますけど、僕は少し感じるのはやっぱりそのなかなかプロと違うので、自分たちの選手同士、監督同士とかコーチ、スタッフ、いろんな選手、スタッフでこう話し合える時間っていうのは、僕はやっぱりアウェーがあった方が取れたなと。例えば音楽、こういう選手こういう音楽好きなんだっていうところで共通の話題生まれたら、そこで信頼関係生まれて、お前なんだよって最近言ってた子が、こいつこういうのあったよな、いいやつだったなと思ったら言い方したとかあったりするし、そういうのはまあやっぱりそういうきっかけができやすいっていうんですか、ね、そうですね、そしたらもっとファミリー感、ね、ファミリー感っていうところでもっと密になっていく、じゃあまあ一概にその遠いからすごい体力的な負担が大きいとか、まあクラブだとその資金的な負担が大きいとかあると思うんですけど、そこでは測れないメリットもあるよと、もちろんそうです、ということですね、やっぱり今はい、まあ、セットプレーに注意するというところはゲームの前からも、昨日もトレーニングの中でも、選手たちと共有していたところなんですけど、まあ、立ち上がりの、ね、時間帯の不用意なファールとかそういったところはやっぱり反省しなきゃいけないなと思います、まあ、とはいえ失点したとしてもアクシデントがあっても、自分たちがうまくボールを保持して、相手を走らせれば点取るチャンスはいくらでもあるという話ももちろんしてるので、みんなが落ち着いてたなと思います。そうですね、シーズン当初、まあ、もちろん経験のある選手なんで、既存の若い選手たちとどういうふうに融合していくのがベストなのかとかなり考えたところですし、コンディション的にも、J リーグであれば12月末ぐらいにシーズンが終わって、はい、で関西リーグの開幕が4月、はい、かなり時間が長いというところで、コンディション作りとかっていうのは本当に気を使いながらやってきたんですけど、まあ、本当にチームの先頭に立つトレーニングの中でも、若い選手たちの見本にもなってくれるし、決して手を抜かないし、はい、ゲームの中でもやっぱり中心的な役割というか、まあ、そういうところを担ってくれてるので、もうプラスの要素しか今のところないなというふうに思います。そうですね、まあ、レギュレーション等を含めて本当にこの地域リーグから JFL に昇格するというのが一番難しい、もうどの方に聞いてもやっぱりそう思っていると思いますし、まあ、こうやって J を目指すクラブが増えてきている中で、何かね、他に方法があるならばというのはもちろん思いますけど、でもやっぱりこのリーグにいる限りね、勝ち抜いてしかこのチャンスがないわけなので、はい、そこをしっかり肝に銘じながら、そうですね、やっぱり希望に満ち溢れてるというか、枚方に J リーグチームができたら面白いやんというところから自分ももちろん始まったし、これだけサッカーする子どもたちが増えて、はい、まあ、J クラブをもちろん、ね、目指して子どもたちもやっている中で、いろんな受け皿があったらなおやっぱりサッカーが面白いなと思うし、
そうですね、それが枚方にできたら、いろんな、なんか、いろんなムーブメントが起きてほしいなって思いながら、はい、まあ、苦労することの方が多いですけど、うん、ね、今日みたいに勝つ、ちょっとの喜びかもしれないけど、うん、一瞬の喜びかもしれない、そのために選手たちも、本当に一生懸命頑張ってると思うので、うん、はい、はい、まあ、ちょっとでもなんか役に立てればいいなという思いだけですね。そうですね、まあ、あの先制されたのはされたんですけど、まあ、あの点は取れると思ってたので、うん、焦らず、まあ、中でも落ち着いてプレーできて、で、まあ、こう前半展開することができて、まあ、このままの勢いで後半もいけると、うん、まあ、ロッカールームもそういう感じで言ってたので、まあ、あの、で相手も後半足が止まってくると思ってたので、まあ、その止まってきたところをつけたらいいかなってなった時に、まあ、あの点数2点生まれたんで、まあ、今シーズンからのあの野澤選手、田中選手入ってきましたけど、そのゲームやってて、率直に楽しいですよね。まあ、そうですね、楽しい。去年と比べるとやっぱり出てくるので、うん、楽しいですね。だんだんやっぱりそれはそのシーズンの当初よりもこう熟成してきている感はあるんですかね。最初は正直はあの知らなかったんですよ、2人を。本当に正直選手として知らなかった、はい、あ、そうなんですか。あんまり見ないんですね、 J リーグ。そうですね、プレースタイルも全然知らなくて、はい、でまあ、練習重ねていくうちに、うん、あのプレースタイルも知って、うん、まあ、すぐあれやったと。でもなかなかやっぱりそのタクさんとか入江さんのレベルに合わすのがやっぱ難しかったんです、うん、今回6点中4点タクさんからのアシストなんで、タクさんが持ったらチャンスになるっていうのは、まあ、僕だけでチーム共通の、もう決めろよっていうパスがいるので、まあ、ちょっとプレッシャーはあるけど、まあ、サイドで持った時に、うん、その相手のプレッシャーが、うん、そんなに来なかったんで、うん、いつもやったらちょっと後ろに返してやり直したりするんですけど、はい、まあ、ちょっと遊んでみようかな遊びましたよね、はい、ちょっとこうなんかフェイント入れて遊んでみようかなと思った時に、はいはい、まあ、タクさんがパッと見えたんで、うん、とりあえず預けて、もう一回動き直そう、はいはい、まあ、あの絶対チャンスになるんで、はいはい、とりあえず預けて、あの入っていったら、まあ、その通り帰ってきたんで、流し込んで、いや、すごかったし、なんかこの試合っていうか、ティアムの試合って、今日も入場券ないじゃないですか、ただで見れるじゃないですか。いや、絶対お金取った方がいいと思いました、ね、あのプレーは。いや、これただで見せちゃちょっとサービス精神旺盛すぎるわと思いながら見てたんですけどやっぱりこう明らかに今年は違う感じ。そうですね、明らかに違いますね。スターばっかりなんで、うん、でも知らなかったんですよ、ね、知らなかった。二川さんだけ知ってます。え、二川さんだけ知ってます。あ、二川さんは知ってたけど、まあ、ガンバだからね、はい、知ってたけど、野沢選手と田中秀夫選手は知らなかった。でも一緒にやってみたらすげえ選手だな。相手のディフェンスラインの人も、何なのあれみたいな、取れへんわみたいな、普通に僕に喋りかけてくるんで。あ、やりながらね、はい、今日もそういう風に言われました無理だよって。いや、俺らは練習中から思ってるから慣れたけど以上、じゃあインタビュー終わりということで、はい、次の試合行きましょう。越谷杉本対枚方から京都に移動してですね、夜、その日の同じ夜、はい、セントアンドリュース西京国陸上競技場、この時はまだ西京国で OK ですね、はい、今名称変わりましたけど、いわゆる京都サンガがホームゲームをやってる試合会場で、ナイターです。ナイターです。雨ひどかった。雨ひどかった。終わったです。前半0-0だった。0-0の前にこのダイジェスト後半に突入で、白いユニフォームがアンドリュースで、アンドリュース紫のグレーのパンツが京都、はい、越谷す。エリッククミちゃん、ちなみに出てるんですかこれ。エリッククミは、まだこの時点では出てないんですか、はい、クミちゃん。ダーナ人は出ていません。いやー、今のはファール。その前のプレーか、この前のプレーで入ってたのかな。エリック・クミちゃん今壁に入ってるんですか。もしかして壁に入ってます。ガーナ人、はい、ガーナ人の選手、正面いいところですね。これは左足の選手が蹴るんですよね。36番かな。
と思いきや違うんですね、右から出てきた、おいー、入った素晴らしい。これは試合展開としてはアンデルスずっと耐えてたんですよね、うん、あなぜ左の3番目の選手動いたんだろう、壁、うん、弓場選手でいいんですか、うん、ユミバ、あ、ユバです。ユバ選手。この間あの私見に行った試合ですごく水を得た子。あのあれですか、リフティングの上手な。めっちゃいい子です。素晴らしいアイディアでしたね。でここでクミちゃんが潰れた。ガーナ人を投入。あ、そうですか。もうガーナ人に、はい、2人ぐらい出てるんですよ。早い。はい、これがイブラヒム選手が。イブラヒムからの。それをクミが決める。アフリカーナーって感じですね、やっぱね、パワーがすごいな、今のシュートのスピード。終了間際。ものすごいね、今のシュート。突然、枠内から来た。急に出てきたんです。すごい。ほら、スローでもこんな速いんだもん。そうですよ。エリック・クミ、皆さん覚えてください、この選手。うん、今年の前者でも見れますよ、皆さん、うん、これ。これが後半46分ですからね。いやすごいな、エムボマを初めて見たときの衝撃に近いから、おっと、ガーナの国旗が振られている。素晴らしいストライカーですね、エリック・クミは本当に。主役イレブンではずっとクミちゃんと、あえてクミちゃんと、愛称、愛を込めてクミちゃんと呼んでますが、いいですね。1-1ドロー、あ、ここはでもあれですね、お京都としたら痛い引き分けですね、枚方が勝利してるだけに。それ知って当然知ってます。あ、インタビュー聞きましょう。そうですね、まあ、セントアンドリュースさんの方が、まあ、完全に 8-2 のリトリートブロック作って前に前に追い込むっていう形と、うん、セカンドボールの回収に力を入れてたと思うんですけど、はい、まあ、それに対してうちの方が、まあ、少し、ラインも低くなって、でボールさホールダーに対してのプレッシャーも甘くて、うん、セカンドもポジションが少し中途半端だったせいで、中盤が下がるのか上がるのかっていうところがやっぱり全体的にバランスが悪かったなと、うん、まあ、そこでセカンドボールを相手に前向きに拾われた、拾い続けたっていうのが相手の狙い通りになってしまったのかなと。ただまあ実際戦況の中ではその圧倒的にじゃあ悪いかと言われたらそうではなかった状態だったと思うんですけど、それでもやはり選手たちがそう少しまあなんかおかしいっていう感覚に陥ってしまったのかなというふうには感じています。とですね、よくあるそのパワープレーに切り替えたっていう感覚ではなくて、もともとその両ウィングの選手がもう少し高い位置を取って良かったというふうに考えていて、でなかなかでも後ろの方に少し後ろ側に引かれた形で、こちらが考えている守備位置よりも少しやっぱ低かったというところがあったので、まあ交代選手を入れることによって最初のまあ交代選手に直接こういうポジションを取ってほしいということを伝えた上で、よりその戦術を明確にしたというところが狙いで、もともとセンターフォワードに入る選手に両ウィングがもっと近くにいてほしかったっていうところを交代選手でメッセージとしてっていうことなんで、まあ、あえてそのダイレクトプレーにしたっていうわけではないんですけど、そうですね、まあ、ガーナ人選手だとか外国人選手が増えたのもそうですけど、まあ、今年は特にその多国籍なチームになっている部分もあるので、やっぱりお互いを尊重しようということを強くチームマネジメントとしては大事にしていて、でそれはその外国人選手に対する日本人の対応はもそうですけど、逆もそうで、外国人選手も日本の文化を知るという、このお互いがお互いこうしっかりと尊重し合う、まあ、その上でこう多様性というものを身につけていこうというところは、まあ、一気に外国人選手増えた中でも両者ともうまく対応してやってくれてるかなと。なんで、まあ当然こういう片付けだったり、日本人選手だけじゃなくて外国人選手も当たり前に手伝ってくれますし、その時昨年よりすごく良くなっているという点では、やっぱチームの中での一体感というのはすごく向上しているんじゃないかな。When we were seated at the bench, we were observing the game, we saw how tough the game was.
So we had to psych our mind and know that we are coming in for a tough game. So we are already prepared.まあ、なんかいろいろ試合前、外から見てて、そのまあ、入る前からいろいろまあイメージしてたので、まあそのまあ、タフゲームっていうのは分かってたし、すごい難しい試合っていうのを、まあ、その中でまあ入ってやろうっていうことをずっとイメージして準備してました。レベルは少し高い、you know, because there's speed, toughness, and a lot. So we just have to psych our mind and just pick up the new things we are here. まあなんか、レベルは高い。まあ早いし、まあそのなんかマインド的っていうか、そのなんかこう考えることも多いっていうか、っていうので、はい、まあレベルは高いっていう印象です。あの、もう give us a good game and Regent Shiga, they gave us a good game. I think they were like tough team for us.You know, this team, they were tough in the first round, but I think they studied our tactics and other stuff, and they have also psyched out their mind, and so they are used to our tactics. So we just have to go by new tactics or just pushing hard. まあ、ティアモとレイジェントがすごい、タフなチームで、まあ、印象に残ってる。で、まあ、今日の相手も前節は、まあ、僕ら解消だったですけど、まあ、僕らのもちろん戦術をファーストラウンドで知って、まあ、こう改善とかもいろいろ変えてきて、まあすごい、まあ、良くなってきたっていうところで、まあ、僕らも新しい、まあ、戦術っていうのを、まあ、取り入れたりして、まあ、もっと上がっていかないといけないかなっていう。Word. ありがとうございます。ありがとうございます。また明日。また明日。じゃあそれはあの。練習終わった時とかに言う。ピッチの中ではどうですか？Japanese players are kind, they know a little English, like the major, the just the little ones, yeah, pass, just that one. Yeah. まあなんか、なんとなくわかるということですよね。あ、なんかみんな英語を使うんで、はい。あのサッカー用語だから。サッカー用語が一緒なんで、はい。そこはそんなに困らない。ソカ also has like common language. Common language, yeah. Like body language and that stuff. まあ共通の言語があるっていう、まあボディーランゲージだったり、まあそこでコミュニケーション取れるっていう。なかなか試合に絡めていないので、ただまあ後期開幕して、まあここで結果残さないとダメだなっていうプレッシャーはだいぶ自分にかけて、まあ日頃の練習からやっているので、まあ後期でしっかり結果残してっていうのは常に考えて練習からやっています。ですかね。5ぐらいですか。5まだまだ、はい、まだまだです。じゃあこの夏を、いい形でトレーニングして、はい、いい形で、チーム力つけて、はい、秋につなげていくという感じですかね。はい、一応ありました。そうですね。まあ個人的には、もう一個上のレベルを目指してサッカーやりたいなと思って、まあ、JFL とか J3 の方に挑戦しようとは思ったんですけど、まあ、なかなかチャンスがなくて、なるほど、まあ、残ること、じゃあそういう自分としては、まあ、そういうクラブの方から、声かけていただもらえればみたいな形で、はい、こうそこに前向きな姿勢を、シーズンオフには見せていたということですかね。まあ、ただ起こしやすの方からも、まあ、残ってほしいっていうのはだいぶ熱く言われていたので、まあ、なかなか、まあそうですよね。まあ、その気持ちのところはなかなかちょっと。高橋選手足速い、まあ、一応スピードはですよね。足速いですよね、はい。50m とか 100m とかで記録は何かありますか？本当高校ぐらいまでしか測ってないんで、今どんぐらいかってちょっと分かんないですね。高校の時どれぐらいでした？でも7秒ちょい。50が50が7秒ちょい。100は測ってないから。あ、そうですか。そんなに多分なんかどっちかっていうと一瞬のスピード、あ、まあ確かにの方が100ほどではない。そうです、まあ、10メーター20メーターダッシュっていうかね、一瞬のキレとかの方が速いかなと。これがあっち行ってくれたし、これ残ってる。とっちゃんどこ行った？あ、ちょっとインタビュー。
ったけど。あ、じゃあその前に、あ、これ一緒に乗っけてたら、ずっとめっちゃでっかい声で、どうしたーって。あれですか、これ、あの、これ多分、向こうで、あ、そういうことか、いや、都市インタビューやったから、どうしたーって。何も、インタビューとか。以上、おこしやす対セントアンドリュースの試合後のインタビューも聞いていただきましたということで、じゃあざっくりこの関西リーグ2試合振り返ってのラテルさんからのまとめの一言いただければ。平方の人もそうでしたし、京都もそうでしたけど、はい、見に来てる観客の方がすげーすごく楽しんでる、うん、楽しむのが上手だなと思いましたね、はい、わーっとその感情を表に出しながら見ている様子がすごく印象的。喜怒哀楽もあって、はい、いいですね、はい、うん、こんなのが、なかなか J リーグでも J3 とかだったらあそこまでのこう、うん、明るい感じ、うん、感じられない時もあるので、ある種本来関西人たちの持ってる喜怒哀楽の楽しさが地域リーグのスタンドの方がより出てるっていう、ね、出てる感じがなんか知ったんですね。なるほど、それはなかなか参考になるありますね、はい、じゃあまた今シーズンもうリーグ戦が9月で終わるんで、また東北や関西行けるかどうか今シーズンじゃ分からないですけど、はい、あくまで僕でもこの特集してる中で鹿児島の全試合ね、地域決勝に出てくるチームがいくつもあるでしょうから、また、はい、またお会いできると思いますので、はい、皆さんにね、はい、おこしやすの石田監督もね、去年もたくさん主役イレブン出ていただいて、ね、うん、ですね、はい、変わらずかっこいいですねということで、またじゃあ次回、はい、特集できるときに紹介したいと思います、はい、ということで以上東北と関西の特集終わり、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。では、番組終盤です。お便りのコーナー、週明けイレブンでは毎週皆様からのお便りをお待ちしておりますということで、疑問、質問、ネタ、イベント告知など何でも OK でございますと、メール本文のみでも OK、 写真でもいいですと、動画だったら1分以内でなるべくお願いしますと、募集の締め切りは前日の夜9時半ぐらいまでにいただけると、こちらの準備が助かってありがたいということで、できるだけ、前日までにお送りください、募集メールアドレスは今 L 字にも出ておりますし、メイン画面にも出ております。こちらの週明けイレブンat gmail.com まで、もしくは Twitter のダイレクトメールでお送りくださいということで、今夜はですね、お便り1通だけなんですが、お便りをくれた方のお名前を先に紹介していいですか、はい、はい、岡山県サッカー協会広報の方から、はい、オフィシャルのサッカー界のオフィシャルの方からの投稿で、今回は動画でございますと、1分間約1分の動画を先に見ましょうか。はい、では、岡山県サッカー協会の方からの投稿動画お願いします。以上が、岡山県サッカー協会広報の方からいただいた告知動画だったんですが、これは全国クラブチーム、選手権という大会がですねあります。いわゆる社会人連盟枠の中の三大大会というのがありまして、チャンピオンズリーグね、皆さんおなじみのチャンピオンズリーグと、全国社会人サッカー選手権全社ね、今度鹿児島での電車で、3つ目が全国クラブチーム選手権ですね。この3つ目の全国クラブチーム選手権がどういう大会レギュレーションかはですね、長くなるのですみません、走らせてください。詳しくは日本サッカー協会のホームページにググっていただければ。で、そこの中国地区予選というのがこれから9月の7、8で行われるそうです、全国の大会ですからね、中国地区の予選の中のまず岡山県代表が
県リーグ所属のクラブで予選があって、それがこの、あの動画の、はい、出場チームと第2代表とか出てたのがそういうチームでございますということで、全国クラブチーム選手権全社と並んでね、見に行きたいな、気になるなということは、ぜひ、この岡山県代表チームが中国予選勝ち抜くかなを含めてご覧ください、注目してくださいということで、今週のお便りは以上です。いつでしたということで、それでは、エンディングなんで来週の予定と放送日、来週はですね、3連休、月曜日まで祝日3連休なので火曜日放送になります。13日の火曜日の夜8時生放送で予定しております。特集がいよいよです。中学イレブンが初めてやります J リーグ、はい、J3 のレポートですね、はい、もうでこれからですね、はい、どんな内容になるかはこの1週間で仕上げていきますが、予告していいですか、私から、はい、村井チェアマンが出ます。いいですね、これは言ってないですね、はい、はい、来週の J3 特集には村井チェアマンが中学イレブンに初登場ということで、これを来週の告知と兼ねて今夜の放送終わりたいと思います。来週は火曜日、ライブ配信20時チャンネルをこのビターチャンネルに流していただいて、また お楽しみくださいということで、今夜の放送終わります。おやすみなさい。夏バテ気をつけて皆さん。さよなら、おやすみなさい。